上州新田郡三日月村に生まれ、10歳の時一家は離散したと伝えられるが、天涯孤独の紋次郎がなぜ無宿徒生の世界に入ったかは定かでない。島のおかっぱが越えゆく峠、後ろ姿が気にかかる。口の用事が風になりゃ、恋も恨みも関わりないが、切るぜ木枯らし紋次郎。あっしにゃ関わりのねえことでござんす。赤い血潮が飛び散る宿場、情け無用の雨が降る。無縁仏に咲く花が泣いて見送る三度傘一つ、あれは木枯らし紋次郎。「雲が飛ぶ飛ぶあの空あたり、俺の墓場は野の果てか、生まれ故郷は上州か、誰が伝えるあいつの噂、さらば木枯らし紋次郎。